メーカーズマークメーカーズマークはビームサントリーが保有するアメリカ製バーボンウイスキーの銘柄。同ブランドよりハマキも販売しているが、こちらは同社の管轄外となっている。製造はケンタッキー州ロレットの蒸留所。一般的なバーボンと違い、原料にライ麦ではなく冬、小麦を使用しているため独特の柔らかい口当たりがある。特徴は ボトルの一つ一つにしてある風浪これら風浪は現在でも全て手作業で行われているため、それぞれの瓶によって微妙に形が違う。また、風浪の方法に個性が出るため、これはさんの風浪など誰によるものか見分けることができる。日本では長年にわたり明治屋が輸入販売してきたが、2013年1月より、 アサヒビールが輸入していた同じビーム社製のジムビームなどと合わせてサントリー種類が輸入販売元となった。なおビーム社については2014年1月にサントリーホールディングスが参加に収めることを発表現在のビームサントリーとなったメーカーズマークのブランドでは巻きも販売している蒸気バーボンに合うようマリアージュされたきつみを持つもので手巻き品は バーボン同様に一本一本が、老風されたガラスのパッケージになっている。非常に甘いきつみであるため初心者向けとされており、葉巻愛好家には甘すぎるとの声もよく見られる。ドミニカ共和国産。主に、ハンドメイドである大きめのトロサイズ、標準的なコロナサイズ、マシンメイドによる大量生産されたシガリロがある。世界ナンバーワンバーボンウイスキー、ジムビームなど、 輸入手10ブランド26品目新発売。米国大手スピリッツメーカービーム社との連携強化。サントリー。2014年1月14日閲覧。サントリーホールディングスによるビーム社買収について。サントリーホールディングス。2014年1月14日閲覧。ありがとうございます。